京都へおいでやす。どうもミスター京都アッキーです。今日はね、3月の末ですよ。そうやけどね、もうダウンジャケットですよ。もう変な気候ですわ。サブサブ今日の京都は春の極寒です。ですので、これからねラーメンを食べていきたいと思います。友達がねむっちゃうまいと言ってたラーメン屋なんですけども、金色っていうラーメン屋で、僕も初めて行くんですけども、これから行ってきます。非常に楽しみです。それでは食べてきます。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。ここなんですけども、ラーメン金色っていうところです。なんかいろいろありますね。まずそばがなんか有名みたいなんですけど、今日は寒いからね、パイタンラーメン食いたいな。パイタンラーメン、はい、来ました。特製鶏パイタン、すごい。これ肉やろ、山盛り入ってる。めっちゃええ匂いがしてますわ。これうまい、めっちゃうまいですよ。ノリで見えない。麺もね、細麺の片麺でめちゃめちゃうまいですね。このチャーシューがね、赤身でね、美味しいですわ、これ。しっかりしたチャーシューでうまい。濃厚なラーメンで美味しかったです。楽しみ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。金色さん美味しかったですね。なんかね、某こってりラーメンをあっさりさせたような感じで、こっさりラーメンして美味しかったです。チャーシューも赤身でね、麺もね、しっかりした歯ごたえで、こんなふにゃふにゃじゃなくて、ね、美味しかったです。ごちそうさまでした。皆様もよかったら来ていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。
これからもミスター京都うまいもん TV お頼もうします。